柔道の真髄はどこにありましょうか。柔道の奥義はどういうものでありましょうか。これについて三船柔団に直接お伺いいたしましょう。私は柔道の根本を表すものは玉、すなわち球であると信じます。球は倒れた試しがない、いくら点々と弾んでも中心を失うことがない。つまり球は絶対に倒れないものであります。これは球の動きに無理がなく、常に中心を保ち無限の変化を生むからであります。柔団は60年余りにわたる柔道修行の結果、自分の体を球になぞらえることを発見しました。そこで柔団は稽古指導の際、おさば回れ、引かば斜めにということを説いております。すなわちこれが無理のない球の動きであります。武道の極意として昔から引かば押せ、おさば引けという言葉がありますが、球を原理とし中心規律を信条とする柔団は、おさば回れ、引かば斜めにとより深い奥義を説き、人間は修練によっては球のごとく変幻自在、あらゆる変化に応ずることのできる体を持っていると述べておられます。